ケイ、前向いて食べる。あ、もうおねねですね。おねねじゃない。じゃあ前向いて食べてって言ってるよ、さっきから。あみきちゃん、あ、ねね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 ね。皆さんこんにちは。フランスナント在住ののりです。今日の動画は海外在住ワーキングママの一日に密着ということで、私マモンのワンオペの日の一日を紹介したいと思います。まずね、朝起きて一番最初にすることっていうのはミキにミルクをあげることになるんですけど、その後時間になったらケイを起こしてこうやって、ね、一緒に朝ごはんを食べます。で、朝ごはんを食べてもらっているうちに私はもう身支度を終えて、その後子供たちの身支度もしていきます。ケイ君、いい？あと5分で入れるからね。ケイ、遊んでる時間ないの？5分で入れるよ。息子はね、学童に行くので、こんな感じでね、カバンの中におやつをね入れておきます。子供たちを保育園に送っていったら、マモは帰宅して早速ですね、まず洗濯機をね回します。そしてですね、朝の1時間で散らかった部屋をまず片付けていきます。子供がねいると毎日毎日ね片付けに追われてしょうがないですよね。私はね、この朝の10分と寝る前の10分ぐらいで部屋のね片付けをするようにしています。そしてね、片付けが終わったら仕事をしながらお掃除ロボットを起動して床掃除も一緒にしていきます。さあ、そしてですね、週に2回フランス語のね教室に通っているんですけれど、それのね宿題を午前中に済ましておきます。フランス語はですね、もう住むには問題ないぐらいのレベルでは喋れるんですけれど、フランスのね大学院を3年前にね卒業してから、あまりフランス語がね伸びてる感触がないので、またねフランス語をねちゃんと勉強しようと思って、今年のね9月から週に2回フランス語の教室に通っています。Apprendre à, hésiter à, aider à, arriver à, chercher à, autoriser à. さあ、そしてね、日々の体力の低下もね気になってきているので、週にね2回ぐらいは30分程度のね運動をしようと心がけていて、ヨガはね昔からやっているので、ヨガをね週に2回30分ほどするようにしています。さあ、お昼ご飯の時間です。一人でねお昼ご飯を食べるときはもうすごいね簡単なものを食べることが多くって、これはね温野菜サラダを作って食べてますね。あいにくのね雨模様なんですけれども、今どこにね向かっているかというとですね、週に2回フランス語のね教室に通っていまして、そのね授業をこれから受けに行くところですね。ここはねナントの街中なんですけど、自転車でねほんと5分10分ぐらいでねすごい近いんですよね。こうね通っていくと、この先にねフランス語教室があります。
メシ。さあ、フランス語のね授業が終わりまして自宅に帰ってきました。仕事をね再開していきます。今はね YouTube とあとそれからボイシー、そして執筆のねお仕事を基本的にはしております。これからね子供たちを迎えに行くんですけど、いつもねだいたいその前にシャワーをね浴びちゃうことが多くて、っていうのは子供たちはね迎えに行く前にシャワー浴びとかないと、ね、夜疲れちゃってなんかシャワー浴びたくなくなっちゃうんですよ。そうだから、そうなるべく子供たち、そうワンオペの時はね、ワンオペの時はなるべくもう子供たち迎えに行く前にお風呂ね入っちゃうようにしてますね。さあこれからね子供たちを迎えに行きます。さあ子供たちと一緒に帰ってきました。もうね基本的にワンオペの時はですね、こう家に帰ってきたらすぐに子供たちはねこう何かつまめるものを食べてもらうことが多くって、ミキがね今食べているのは日本でいうポン菓子っていうんですかね、フランス語だとガレットドリっていうんですけど、まあ、お米のお菓子を食べていますね。ケイはですね大好きなチーズキューブを食べていますね。夕飯がね終わり次第、まずはねミキをお風呂に入れます。その間ねケイは日本語のアニメを見てもらっています。
ミキのねお風呂が終わって寝かしつけも終わったら次はねケイをお風呂に入れてケイのね寝かしつけをしていきます。さあそしてね子供の寝かしつけが終わったら部屋の片付けをしていきます。朝起きた時に部屋が片付いていると気分もねこうすっきりして一日をね気持ちよく始められるような、ね、気がしているんですよね。なのでね一日の終わりには部屋をねリセットするように心がけています。そしてね一日の締めくくりは乾いた洗濯を畳んでいくという作業をねしています。この時間にねこうボイシーを聞きながら作業をねすることが多いです。はい、ということで海外在住ワーキングママワンオペの一日をお送りしました。いかがでしたでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アビアントー。